と、この上の部屋と繋がってるから。ここに爆弾でしょ。ずーっと周りぐるぐる回ってたもんね。だってマップ見ないとなかなかヒントありませんよこれ。やったぜ。あ、はい皆さんおはこんばんちは、ゆっくりヨームです。フライだよ。前回でボス部屋を発見したので、あとは鍵を見つけるだけになります。さあもう一回飛べヨーム。次落ちたら死にますからねやめてください。ボス部屋の鍵でやったねヨーム、これでボスに挑めるよ。ただ一つ問題が、体力全然ない。というわけで村まで戻ってきました。あ、弓矢あるじゃん。なに？けど980ルビー、全然足りません。相変わらず金欠すぎる。いやこれはこの店がおかしい。まあ今はボス戦が控えているので、ハートを買ってここは引いてやりましょう。その上から目線もよくわからないけど。はい、というわけで戻ってきました。またなんか二つダメージ食らってるけど。道中から危険なんだよーん。え、なにこいつ？もう答え言ってんじゃん。けどこの上から降ってくるやつ、ワートとかじゃありませんよね。あ、けどスライム落ちてきたよ。マジかよ。一回ダメージ食らった。まあ仕方ない。気にせずここはこいつを討伐します。なんか喋れや。そのまま始まったね。ちょっと待てよ、2回ダメージ食らったんだが。あはは、これ受ける。演出挟んでダブル攻撃してくるとは、これはほぼノーミスで撃破しなければなりません。これ真ん中をペガサスで貫けばいいんじゃないの？確かに、目玉切り裂けてもこれ以上効果ないですね、これは。は？普通に焦って足を滑らせてしまいました。普通に真正面に立ってから走ればいいじゃん。そんなん知らなかったのよーって、なんか当たり前のように大ジャンプしてきましたが。うおー。あ、こけた。ちょっと待って。やっぱりワンダメージハート2つはきつい。また飛んだよ。ふふん、けどこれはゲームのお約束。移動を封じる自信はジャンプで無効化できる。あ、なんかそんな法則あるよね。何が初出で誰が考えたのかはわかりませんが、動きを止めてくる自信っていうのがポイントだよね。そうです。ちなみに私の中で初めに知ったのが、ラストファイタースイングに出てくるデブデバデブです。いや知らねえよ。あいつのウーロンパンチが強すぎる。いつのゲームだと思ってんの。予想以上に狂ってはロタ。まあ気づいたらこのメタルスライム片方やられてたので、っていう考えすんなり倒せましたね。第二形態とかも特になかったし。まあ、あの自身のカラクリに気づかなければボコボコにされるので、その分耐久は弱いってところでしょうか。ハートの器ゲーっと。デブデダビでなんか言ってる間に終わっちゃったよ。あのパワーネームにはこびりついて頭から離れません。そして三つ目、ベルのゲットです。全部で何個必要なんだっけ？あれ？何個でしたっけ？知らないのかよ。まあ多分7つか8つぐらいだったような。だったようなって。そして滝の中に池とのおぼし飯がありました。メロディーがやっぱり違ったね。そしていつものフクロウおじさん。ちゃんと来てよ。行きますって。アホだ8つですって会ってましたよ。あ、そう。あ、そうってね。え？砂漠に池だってさ。だってさっき天の声さんから滝に池って言われましたよ。砂漠の中に滝があるのかな？嘘だー、そんなことあるかー。各上司から違う命令が出されるという、現場にとってストレスマッハッカヒな状態ですよこれは。で、結局どっちに従うの？いやー、まあ滝も砂漠もどこにあるかわからないんで、あたりをうろつくしかないんですけどね、ぐへへへへ。ダメだこれは。ワーク発見。あ、ワークなんてあったの？あったんですよ。もっと早く欲しかったですけど。あ、電話ボックスだ。じいさんがこの各地の家管理してるんですかね？なるほど。確かに。確かにこのじいさんだんだんヒントというより、答えになってきてるんですよね。まあ最初の方ヒントでもなんでもなかったから。そうなんですよね。そうなんですよね。ほんまあの爆弾キノコ許さんからな絶対に。爆風からの溺れるコンボ面白かったよ。She's all there! は？は？てかまた瀕死になってるし。あのサメ妙に素早くて手こずりました。お、動物村だって。なんとか新しい町に着けてよかったです。なんか早速テンション低いこと言われましたが。ここは動物村だよ。とか言わないんだね。それです。命からがら、まずその安心感のある言葉が聞きたかったです。そして今私体がボロボロですので、なんか食べさせてくださいお願いします。なんもないんだけどこの村。やっぱ田舎だね。いや田舎っつっても食べ物やぐらいはあるでしょ。でお、そのシチューください。やっとそれっぽい店にありつけた。さっきから泣いてばっかだなお前。よし蜂蜜あげるから。でこのパイナップルはさ、別に食べるものじゃないよね。ブツブツ交換用ですからね。まあいいです。情報も結構教えてくれますし。さあ話が済んだところで何か食べさせてください。残念カウンターは特に意味ないよ。直接話しかけます。その前に目の前の客がいるだろう。みんなしきりにマリンちゃんマリンちゃんというのでまた村に戻す。セイウチが寝てるからね。ておい、さっきまでずっとここにいたじゃん。なんで必要な時に限っていなくなるんですかね。
お、あ、ここ行ったことないんじゃない？確かに、グローブ持ってからここに訪れてませんでしたね。何これ？貸切ベッドだ。お、もしかしてこれは体力が回復できるんですかね？そうなればかなり経済的。使われてなかったんだよきっと。は？あれ？まさかのどっか変なところに飛ばされたんですけど。なんだこいつ。柔らかい埴輪みたい。気味が悪いですね。おけど口出しにすれば問題なく倒せるみたいです。くらえ。どんどん突き進めー。はい、一網打尽にしてきました。これってちょうどペガサスの靴ないと進めない感じだよね。そうです。手を、宝箱一つと、左にオカリナ一つが。ゲンナマゲット。オカリナ増えてこの島から出れるのかな？いや、さすがにそんなエンドではないでしょうよ。オカリナゲット、重要だとは思うんですが、用途がいまいちわからないので何とも言えませんね。はい、夢から覚めました。ずっと眠っとけば？なんてこと言うんだお前。リンク三曲が知らなくてオカリナ吹けませんでした。出会えたマリン。やっぱりなぁ、あなたが一人で行くところといえばそこだろうと思ったんですよね。そしてお話のお誘い。ここを断ってみるスタイル。はい、嘘です、お話しします。こう見ると綺麗だねここ。幻想郷とは無縁の南の島ですね。そういえば南の島ってこんなイメージあるけどさ、結局どこなの？え？いや、だから南の島とかいう抽象的な言い方じゃなくて。あ、なるほど。南って言っても、南極まで行ったらすごいことになりますからね。そうそう。日本で有名だと、沖縄とか、ハワイですかね。両方高級リゾート地ですけど。へぇ。まあ探せば東南アジアとかに色々あるんでしょう。言うて詳しくないのでこれ以上は言いません。適当なこと言って間違えても困るもんね。あ、やべえ、全然聞いてなかった。初めての二人きりでこれはダメでしょ。女の子の話を聞かないという一番やってはいけないことをしたリンクさん。怒られちゃいました。そりゃそうよね。あ、そっから話す？まあ、ほどよく話を聞いてあげて本題に入ります。あ、そういえば聖打ちのために来たんだったね。あくまで活用は逃さないスタイル。はん。やったよ、マリンを借りてチャンスだってさ。じゃ、チャンスって何を期待してんだよ、こいつは。あ、ついてくるんだね。さすがに空き瓶に詰め込むという離れ技はしませんか。うっせぇな。タンス覗いたりには取り切ったりしたらちょいちょい怒られますが。ペガサスで走ってもついてくるね。NPC 特有の謎脚力さすがです。さあ、この聖打ちをあなたの力で目覚めさせてください。なんか歌がひどすぎて落ちたようにも見えたけど。大丈夫です。ダイビングする前はちゃんとノリノリでしたから。きっといつものあれだって。前から歌に関しては厚かましいなと思ってましたが、さっきの笑い声といい、組笑いといい、歌に関してはやはりただものではないですね。やつは異常にテンション高かったもんね。まあ、それは放っておきまして、このフクロウなんだろ。どういうこと？この島がなくなるから魔物はリンクさんを邪魔すると。てお、ボスが出てくるよ、ボスが。まさかこの道中でインカウントするとは。いや、だからそこ引くなよ。オープス、ついうっかりいつものく、いや、うっかりうっかり。逃げ癖ついてるでしょ。いや、そんな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 。てお、出たクイーンモルド、クイーンじゃないですけど。はい、これもお約束。柔らかい頭を狙えば問題なく倒せました。問題なくと言ってる割には重傷だけどね。おお、それは神殿を開く限り。いやなんだ、下にあるじゃん。だからなんだってなんだよお前な。早くもアングラーの鍵で、さっきから覗いてるやつが気になります。き、いけー、やっちゃえー。ま、無理すると死んでしまう。っていうか、どっちに行ってたんだお前は。もちろん用務にだよ。ほんとかよ。手を、ここで嬉しいかけら。かけらもゲーっと。と地下を脱出したのですが。あ、さっきの階段砂地獄から繋がってたのね。砂漠はこれで終わりですかね。結果的には砂漠に到着したわけですが、この鍵使って滝に向かうのかな。そうかも。その鍵を持って山の滝に向かえとのことでした。はい、というわけで北東にありました山の滝エリアです。そこは普通に行けたんだね。はい、っていうか地図をよく見たら滝っぽいのすでにありましたし。何そのうち。すみません、地図を侮ってました。はい、ということで、滝よ滝よ大滝さん、この私に道を開けて。おおくれ、やったぜ。ちょっとそのダサい歌は見逃せないけど。なんでだよ。で、これどこから行けばいいんだ。はぁ、はぁ、ダンジョンかと思いきやがっつり。あいつは。あ、いずれ山で遭難するとかほざいてたやつ。予告通りちゃんと遭難したよ。対策しろたわけが。ほんまこいつ。パイナップルあったでしょ。じゃあねえ、これ食っとけ。殴りたいこの笑顔。代わ
りにハイビスカスゲット。くちゃくちゃうっせーなこの親父。あーこれはアウトですわー。ないですわー。いやほんとマジでないですわー。と抹茶おじさんは置いておいて。下にあった。そこ溺れるんかい。はいというわけで、次回から新たなるダンジョン向かいましょうか。とまあその前に寄り道。なんかありそうだもんね。先にアイテムやら回収してから攻略に向かいますよ。であれ？戻ってきたね。仕方ない元に戻りますか。あの道帰りようだった。また登山頑張れヨウム。じゃあおじさんにも挨拶しっかりね。